皆さんこんにちは。ピアニストの宮崎翔太です。今日は、姿勢について、少しお話をしていきたいと思います。姿勢と、あと、椅子の高さの話も、含まれるかなと思うのですが、そのような内容で取っていきたいと思います。まず姿勢なのですが、ペダルを使うわけですけれども、基本的にはまず足をしっかりと床につけて、で座骨が、椅子にしっかりと乗っている状態で、そこに背骨が積み重なっていって、その上に頭が楽に乗っているということをまず意識すると良いと思います。でその時足、膝が内側に入ったりとか、外側に開きすぎたりすると不安定になるので、ある程度、足と同じ方の向きを、向いているということと、あと、股関節のあたりが、そうですね、股関節に体重が乗ってしまっていると、足が自由に動かないので、座骨にしっかりと体重が乗っていて、股関節は楽になっているということが大事だと思います。そして、この胸鎖関節、胸骨と鎖骨の境目のところの関節から、腕が、伸びているわけですけれども、あと肩甲骨ですね、背中の方の。なんですけども、それがこの肩関節からのイメージになってしまうと胴体が固まってしまうので、そのあたりのイメージを正しく持つということで、そうすると、体の中が、縮こまったりしないで、ある程度広がった自由な状態を保つことができるかなと思います。で、そうするとある程度、背筋が伸びてくると思うんですけれども、それ以上ピンと張る必要はないですね。ここまで今張ってしまうと、服でちょっと見にくいかもしれないですが、今腰の後ろが反っています。そうすると、ここにすごく負担がかかって、背中が、とても緊張するし、座骨にしっかりと体重が乗らなくなってしまいますね。なので、座骨に楽に乗ると、腰はそんなに反らないと思います。ただし、このように、完全に猫背、お腹が緩んで猫背っていうんですかね、になってしまうと、これは体の前面が詰まってしまうので、あまり良くありません。なので、やっぱり座骨が椅子にしっかりと乗っていて、でそこに背骨が立っていて、で自然に、骨格は骨で支えている感じですね。しっかりと筋肉で何か姿勢を作るというよりは、骨でもってバランスをとっているような感覚で座れるといいのかなというふうに思います。で、そうすると、頭が楽に乗っている感じがしてくると思うんですが、そこで、首のあたりにも力が入っていないか、歯を食いしばっていないか、こめかみにしわが寄っていないか、そういったところもちょっと意識してみるといいと思います。あと、意外とその頭の皮膚というか、そこが緊張していることもあるので、そうすると耳も緊張してきたりしますから、リラックスして柔らかい状態を、イメージすると良いかなと思います。胴体についてはおおよそこのような感じで、意識をします。次に、腱板と手の関係についてなんですけれども、よく言われるのは、この腱板と前腕が平行なぐらいというふうに言われたりしますね。で、体よりも肘が少し前に来るといいですよというような感じで言われることが多いと思います。ただ、この腱板と前腕の平行というのは、腱板と前腕のどこを見るかによってだいぶ変わってきます。例えば、腱板、白腱と前腕の下の面を見るのか、黒腱と前腕の上の面を見るのかによってだいぶ違いますよね。なので、それは、一番その引きやすいポジションというのを、見つける必要があると思うんですけれども、私がよく言うのは、黒腱のこの上の面と前腕の下の面が、平行になるというような感じの言い方をすることが多いです。そうすると、若干、肘の位置が腱板よりも高くなりますね。そのぐらいの位置で、それよりも高いと、今度、手首が
このような状態になってしまって、鍵盤に力を伝えにくくなってしまうので、まあ、いい角度を取りやすいのは大体その黒鍵の上と前腕の下である程度平行にというのがいいのかなと思っています。まあ、他にも、鍵盤に手を置いた時にこの手の甲と前腕のこの面が、まあ、平らになるようにしなさいというようなあのことを言うことも多いと思います。まあ、そうすると手のひらを広く使いやすいという、まあ、メリットはあると思うんですけれども、まあ、このあたりはあの引き方奏法によってだいぶあの基本的な、まあ、ポジションの考え方が変わってくるのかなと思うんですけれども、基本的には人間の体の仕組みにあまりその背いたようなあのポジションを基本には据えない方がいいと思います。次に椅子の高さなんですが、椅子の高さによってやはり、鍵盤と手の関係がだいぶ変わってきます。それから椅子の高さによって体と腕の関係もだいぶ変わってきます。なので、まあ、どのような演奏をしたいかによって、高さは変える必要がありますね。よく言われるのは、低い椅子の方が、まあ、指が動きやすいということです。まあ、それは確かにそうです。この手のひらの中には中指骨という骨がありますけれども、そこに重さがかかりっぱなしの状態になっていると指は自由に動きにくいので、そこを軽く解放してあげるというのは一つ指を動きやすくするポイントになるところだと思います。でそうすると椅子が高いと常に体重がかかった状態になるので中指骨は自由に動きにくくなります。でそれを短所として見れば椅子を低くした方が指は動きやすいですね。逆に指が動きすぎると感じる場合には椅子を高くして指が暴れないようにするという考え方もあります。まあ、そのあたりいろいろなその奏法によって推奨される椅子の高さ変わってくると思うんですけれども、いずれにしても大切なことは全身を使って弾くということです。指だけとか、まあ、腕だけとかそのようになると、負担が集中する場所が出てきますし、演奏上コントロールが難しくなる箇所というのが必ず出てきます。なのでポイントとしては椅子の高さ、それから、まあ、椅子とピアノの距離がどのような形であってもその人にとって全身を使えるような位置にあるということが大切だと思います。で椅子が高い場合、私はだいたい、まあ、これヤマハの C3 ですけれども、C3 と一般的なこの背付きの椅子だと、上から2段ぐらいがなんとなく目安の高さで今座っているので、大人にしては結構高い方じゃないかなと思うんですけれども、そうすると私の場合、このだらーんとした腕を鍵盤に乗せて、まあ、肘が少し前の位置に来ている時というのが、なんとなくこう黒鍵と前腕の下がおおよそ平行になるような、まあ、ポジションを取りやすいような高さです。で基本のポジションで重さがある程度乗る場所になっているので、感覚としては乗った状態から少し持ち上げるようなつもりで感じています。で椅子を低くしてみます。かなり低くなりました。そうすると鍵盤が近くなるので、まあ、ちょっと個人的には圧迫感を感じるんですけれども、まあ、逆に抱え込むようなあの感じでコントロールしやすいと感じる人もいると思います。この場合っていうのは、そうですね、股関節が膝よりも低くなれば、その分だけ体は楽になる傾向にあるので、まあ、低い方が全身の連携はある意味で取りやすいのかもしれません。
まあ、ただ重さがかかる場所というのが、この位置でダラーンとすると私の場合肘ですね。肘で重さが逃げてしまって鍵盤にぶら下がるような形になるので、個人的にはちょっと心地よくないです。なのでここから、引くと少し持ち上げたくなるので私の場合には肩が疲れます。まあ、ここから疲れないようにするとすると、先ほどは、乗っている状態から持ち上げる感覚で弾きましたけれども、上から下に入れるような感じを、まあ、基準にすることになるかなという気がします。もちろんその時にも、本当にぶら下がってしまうと音が硬くなってしまうので全身の連携を使ってそのコントロールをするわけなんですけれども、比較的音が深くなりますね。で、掴むような感覚というのが先ほどよりあります。ロシアピアニズムを、まあ、研究している立場なのでロシア人で比較したいと思うんですけれども、このように椅子が低いタイプっていうのは例えばホロヴィッツなどがそうですね。ホロヴィッツの場合には低めの椅子で前腕も下げて、で手首の下をしっかりと持ち上げて、を使うことが多いと思います。なので指を普通に伸ばしたときに、まあ、指が上を向いているように見えますね。こういう感じですね。映ってますかね。こういう感じです。で、乗るときにはこのまま引っ張るのではなくて手首をある程度支点にして、逆に椅子が高い人でいうとソコロフなどがそうですね。今普段よりも高くしてみました。そうすると椅子が高いと鍵盤に、まあ、覆いかぶさるような形になります。なのでこのまま手首を下げると結構ここがきついので、手首は必然的に高めになり、そこから指を下に向かって、まあ、落下させる。ただその時にこのままそのまま乗ると乗った状態が基準になってドスンと落ちるので、それを持ち上げている状態で下に使うということになりますね。さっきとだいぶ方向性が違うのがお分かりだと思います。先ほどの乗るときにも手首で乗ると今度は潰れてしまうので、どちらかというと前腕で乗るような感じのイメージでしょうか。というのは必然的に変わってきます。それから体の大きさ、足の長さ、腕の長さによってピアノと椅子の距離も変わってきます。いろいろな椅子の高さを試して自分の演奏したい音楽に一番適している高さを見つける必要がありますね。それから先日ツイッターに書いた、背もたれを使うことについて、まあ、少し、まあ、研究中ではありますけれども、述べてみたいと思うんですが、背もたれを使った場合であっても腕が、この胸鎖関節から、自由に独立して使えている場合というのは、ある程度いろいろなことができます。
で椅子が高すぎると、重心が上がってしまうので足が不安定になるので、あの重心が上がってしまうので椅子は少し、奥まで座ったとしても太ももに、変な負担がかからないような高さである必要があります。そして腕を自由に使うときに、まあ、この体勢の場合というのは少しその背中の支えを使って、まあ、反動というかそのような形で腕を、もちろん腕の筋肉も使いながら、出していく形になりますね。で、そうするとこう座った時に、この背もたれに触れている部分、触れている部分が、体の一つ支点を作っていて、でそれに対してこの股関節のあたりが広くしっかりと空間を保っています。そして上半身は、先ほどのこの胸鎖関節が自由に使えるし、胴体の中も広く保てている状態で、上腕の裏側の筋肉もよく使って肩盤の方に使っていきます。で、このような体勢でもある程度、まあ、引くことはできますね。ただ、普通の姿勢で引いているときに比べると、まあ、ちょっと今普段よりも椅子低めなんですけれども、まあ、普通の姿勢で引いているときよりもこの腕の筋肉を使う割合は増えると思います。なので、例えば上半身の中があまりうまく使えないだとか、あとは腕の筋肉と、まあ、連動がうまく取れないなどという場合には、まあ、少し普段よりも椅子を下げて、まあ、もちろん元の高さにもよりますけれども、この太もものあたりに、負担がかからないような高さで、まあ、背もたれに寄りかかって、まあ、いい距離で、引いてみるというのは一つ練習方法として、まあ、使ってみてもいいのかなと思います。いかがだったでしょうか。少しでもあなたのお役に立てていれば幸いです。よろしければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またお会いいたしましょう。